お腹が空いたらモンスター、こんにちは、ロシアン佐藤です。今日はもうドンと料理が出来上がっています。ビッグハンバーガーでーす。いやー、これなんとすっとこのハンバーガーなんですけど、なんとじゃん、ずっとね愛用してるこの朝日系金属さんのオールパンだけで作りました。このバンズももちろん手作りだし、でっかいお肉とか、あと巨大な卵とかいるんですけど、この蒸し野菜もね、本当にこれとあと蓋だけ、オーブンとか一切使わずに作ったハンバーガーです。めっちゃいい匂い早速私がどうやってこれを作ったのかっていうのを見てもらいたいなと思います。見てねー。
はい、ということで、めちゃくちゃ時間がかかりました。今、なんだろう、7時間ぐらい。お腹がペコペコなので、早速食べていきたいと思います。それでは、早速いただきまーす。ちょっと、どうしよう。ガブッと一回行きたいけれども。重たー。えい。ガブッといけるサイズじゃないな、やっぱ。ほっ、うん、レタスしか食べれない。あ、パン美味しい。うん、ハンバーガーの味がする、ちゃんと。おいしょ。パンが美味しい。手作りパンが。バター塗ろうか。うん、やわらかい。しっとり。しっとりでね、濃厚なパンです。うん。うん、鼻にめっちゃついちゃう。いや、やっぱかじるのは大変。切って食べます。あ、ベーコンが。もう、おいしい。おいしいけど、食べるのが大変だな。やっぱ焼きたてパンは香りがいいですね。芋。ここも、オールパンで、ふかしたお芋です。うん、なんかとても甘いけど、なんだろう、ゆっくりふかしてるから。うん、なんだろう、人参かな。うん、人参がめちゃめちゃ甘い。うん、じゃがいもも甘い。おいしい。付け合わせもめっちゃ美味しくできてる。もっちもっちだもん、これ。うん、バターと最後のしたクレイジーソルトがね、めっちゃいい感じ。あー、すぐ食べちゃいそう、これ。確実に作る時間の方が食べる時間よりも長いタイプのご飯。うまー。本当にこのスチーム野菜だけでもマジで美味しい。
上のパンがちっとも。パンが美味しい。パンが美味しい、パンが。大変、これは刺さってないと雪崩が起きそう。ダメ、こんな感じ分厚。美味しそう。ハンバーグも結構肉汁出たけど、すごいジューシーにできてる。しっとり、しっとり。なんか出てる。中身が出た。大事なメインが。全部出てしまった。あ、これだったら手で持てそう。よ、卵サンドみたいな感じだけど。うわ、幸せ。今日食べよう。あー、れれれれれれれ、わわわわわわわ。なんかね、このパンとね、ソースのついた卵だけでも美味しいよ。ラスト。はい、完食しました。ごちそうさまでした。はい、ということで、今日はオールパン使ったビッグハンバーガーでした。
いやー作りごたえがあった本当に。パンをねやっぱ自分で作ってそこからバンねあのパテも作ってみたいにするとねやっぱ手間がかかってる分食べるときはすごい一瞬でなくなりました。美味しすぎるハンバーガー大好きだしね。やっぱこれ一個でね全部作れるのはやっぱすごい面白いですよね。あのパンもねあの焼き目が綺麗につくし、玉ねぎをね飴色に炒める時もなんかあんま焦げたりせずにね全体的にこう徐々に徐々に茶色になってくるんですよ。私はあのチャーハンとかする時にすごいよく使ってます。あのペタペタやって作るチャーハン、前もオールパンで何品か作った時にやったと思うんですけど、はい、今回ですねこのオールパン作ってらっしゃる朝日系金属さんにキャンペーンをしていただくことが決定しました。まだオールパン使ったことないよっていう人とかね、ぜひぜひあの朝日さんのねサイト概要欄に貼ってありますので行ってみてもらえたらなと思います。あの私の自宅の方とかキッチンめちゃくちゃ狭いので、やっぱこれが1個あってね、このほんとオールパンの中でパンとかもこねれるし、あのパンをねこねるこね台とかいらないのがね良いなといつも思ってます。はい、オールパンまだまだあのみんなにね見せてない使い道とかもあるので、どんどんこれからも使っていきたいなと思ってます。それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。私に作ってほしいもののリクエストなどありましたらコメントを待ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。